やあ。めちゃくちゃじゃないか。誰かがここで負傷したようだ。そして別の誰かがそいつを引きずっていったんだ。どこかにその跡が続いているはず。荷馬車は木炭を積んでいたようだ。こいつがすぐにどこかに行ってしまうようなことはないだろう。貴重品を置いていくなんて急いでいたに違いないな。そうじゃなきゃ置いていくわけがない。また別の痕跡だ。この方角で間違いない。血だ。血のよ。この方向に間違いない。こっちだ。また別の痕跡だ。この方角で間違いない。血だ。血のようだ。この方向に間違いない。また別の痕跡だ。この方角で間違いない。血のようだ。この方向に間違いない。誰だ。気にするな。俺はあんたを助けに来たんだ。ありがたい。ここで終わりかと思っていたよ。俺の守護天使がドアから入ってくるなんて俺もついてるな。だろうな。そんな簡単にはいかないと思ったよ。
あんたは誰の命令で動いてるんだ。荷馬車は誰のものだ。メンハートだ。奴は俺を護衛として雇ったんだ。知ってるのは、うん、メンハートはどこに来た。わからない。襲撃の後気を失って目を覚ましたのはここに来てからだ。俺はここがどこか。荷馬車を襲ったのは誰だ。騎士だ。長い間つけられていたんだ。そいつはどこに行った。知らない。攻撃を受けて気を失ってしまったからな。あの荷馬車は何を運んでいたんだ。メンハートに聞いたことはない。傷を見てもいいか。あんた医者じゃない。そんなとこだ、うん、脇腹に深い傷があるな。まだ出血もしている。助けてくれるか。やってみよう。その騎士について。同じことを何度も言わせるな。知らねえよ、効果なんて。ふざけるな。馬車から盗んだ袋はどこにある。袋、納屋の後ろだ。あいつだ、あの騎士に間違いない。これで全部で他にはないんだろうな。うん。くそ、止まれ、動くな。やめてくれ。そこにいるのは誰だ。なんだあれは。なんだ。まずい時にまずい。さて、くそ、どうやらわしと互角にやり合えるやつがついに現れたようだ。俺は全てを知りたい。あんたが誰でなぜここにいるのか、そして襲われた荷馬車について知ってること全部だ。ウルリヒと呼んでくれて構わない。保証が得られるまではこれ以上は話せない。保証ならこういうのはどうだ。あんたが喋れば俺が助けてやる。そんなものを信じろと。この手の話がどういう結末になるかはよく知っている。わしも数え切れないほど同じ手口を使ってきた。約束しよう。嘘つきの上等句だ。クソ、神父の話は本当だ。この世界は狂ってしまったのだ。殺せ、わしもどの道長くなり殺した。
俺が長くないとは。全ての剣を取る者は剣によって滅ぶ。武器を手に取ったその日から運命は決まる。そうとは限らない。騎士、商人、あるいは追いはぎであろうと全員だ。伴侶と子供の傍らで安らかに眠る者もいる。だがお主、いやわしもドブの中で腹を引き裂かれ。お前と違って俺は犯罪者じゃない。通貨の偽造がまともな商売だと思っているのか。俺は無関係だ。偽造者じゃない。そいつらを追っている人間だ。なんだと。俺はスカリッツの漁師で城白でもある。ラシクコビラ教の使いだ。ならわしらには共通点があるな。わしも交換の命令でここに来た。交換？まず武器をしまってきちんと話そう。わしらが本当に共通の目的を持っていればの話だが。立つんだ。出会いが最悪だったのは認める。だがお主が本当にコビラ教の使いならお互いに助け合えるはずだ。どういう意味だ。いろいろ分かったことがあるが、教えてやれないこともある。すべてを知って。死んだ男は誰。メンハート、パッサウから来た商人だ。いいか。やってほしいこと。わしをある人に紹介してほしい。そしたらわしの知っていることはすべて話す。誰だ。トバイアス・フェイファーだ。誰のことかは。なぜあの人なんだ。告白書を持ってる。偽造の方法が書かれているんだ。だがわしには書いてることがわかるだろうと。そんな感じで俺。他に方法がない。その間わしはササウに戻り。フェイファーと会うために。ダメだ。ササウにいないといけないんだ。わしには結局あんたはだ。言っただろう。ウルリヒだけか。十分だろ。騎士に見えるからな。名前が一つしかないやつはめったにいない。わしが馬と鎧に剣、それから盾を持っていることは事実だ。だがそういったものを手に入れる方法。あんたは騎士じゃないの。わしはある貴族に仕える信頼ある兵士だ。それだ。わかった、ウルリヒ。誰のために。お主が知りたいのはわかるが、自由に喋っていい。そうか、あんたを尋問するのは。誰のために。お主が少し怪しい。単純に君主の名を明かしたくないだ。偽造通貨について。パッサーは知。いや、どこだ。バイエルにあると。パッサウは貿易都市。そこではあらゆる通貨が人から人へと渡ってゆく。なるほど。そこにプラハグロッシェも含まれ。数ヶ月前、偽造された通貨が流通して。パッサウ市議会議員の調査で両替商の一族が関与しているとわかった。我が君主と市議会議員にはつながりがあり、議員らは君主にこのも。そいつがあんたをここへ。そうだ。我が君主は絶対的に信頼できる者を探す。あの荷馬車は何だったの。わしはパッサウからメンハートを追っていた。ササウとの。つまりそいつらは偽造通貨を運んでいたと。ああ、こちらには本物の通貨を持ち込んでいた。グロッシェンをはじめ様々な通貨を。だがササウとのつながりってのはどういう意味だ。この事件はパッサウで調査され、処刑人は捕らえた者たちから修道院が工房なのか。そこまでは。わしはパッサウの書記官が尋問の報告書に書いたことしか知らぬ。なぜ奴らをここに来させてから攻撃した。通貨の引き渡し場所を突き止めたかったのだ。失敗したがな。それにメンハートは武装した護衛を引き連れていたし、いつも人通りの多い道を選んで、旅の間ずっと宿に泊まっていた。
この人里離れた道に来るまではな。ここに来た理由はわからないが、襲撃するには絶好の機会だった。そこで何が？わしは奴らを襲った。二人仕留めたが、メンハートの奴は馬に乗って。それから？わしがメンハートを追っている間、あの炭焼き職人たちが来て品を奪っていった。メンハートはわしに捕まえられる前に馬から落ちて。つまりもう何も。残念だが。メンハートに何？もちろんやつ。分かってる。だが埋めた。やつはろくでなしだが、わしにはキリスト教。なるほど。そいつ。やつは荷馬車から北へ丘を上がって逃げていった。その道に廃墟になった小屋があり、死体はその小屋の後ろに埋めてある。質問した理由は分かってるか？そんなつもりじゃない。うん、そうか。よく分かった。幸運を祈る。さ、マイスターフェイファー、偽造通貨についていくつか分かったことがあります。本当か？ロブナの近くで偽造通貨を運んでいる荷馬車を見つけました。残念ながら到着が遅く、魚車と彼の護衛はもう死ん。くそ、誰がやったか分かって。はい、そこに。実はそいつも偽造車を追っていました。ほう、それは予想外だ。では教えてくれ。彼は？彼の名はウルリヒ。騎士のような身なりで君主の。ウルリヒと言ったか？うん、よくある名だ。どんなやつだ？年はそれなりに取っていて、口ひげも生やしていました。うん、私の知っているものではないな。そもそもウルリヒが本当の名であることすらさ。彼の君主について尋ねましたが答えませんでした。おかしな時代になったものだ。昔は騎士というものは君主の名を轟かせるために剣を交えたのだ。今日では彼らは偽りの。彼の君主とラジク教の間に何か問題があって正体を隠して。おそらく王の確固たる支援者であるがゆえに、ラジク教は多くの敵と対峙していらっしゃる。彼は偽造通貨がパッサウに持ち込まれ、金貨と交換されていると言っていました。そこからボヘミアへは本物の通貨が運び込まれている。偽造通貨にパッサウの刻印があったのもうなずけるな。彼の君主はパッサウの議員とつながりがあり、事件の解決を依頼されていたようです。一体誰の仕業なのだ？実は彼にこの書類をあなたに見せるよう言われました。書類で彼が真実を語っていることを証明できると思っていたようです。パッサウでの尋問の記録についてはあなたならもっと理解できる。うん、どれどれ。我らパッサウ氏の市議会、今日尋問があった。審問官に痛めつけられ、うん、どうやらササウで何かが行われているという私の推測は、通貨の分析結果、中心部に銅、それをアマルガムでメッキ。なるほど、これは興味深い。ここには偽造がどのようにして行われたのか書かれている。もう少しよく調べないとな。我々はウルリッヒ殿に調査を依頼し、他に。じゃ、どうやらこれは通行証の原版のようだ。パッサウ市議会議員の印がしてあるが、これを書いたのは彼らではないな。わかるんですか？筆跡でわかる。これはローゼンバーグの交渉機関カプリッツのクレ。ローゼンバーグ。南ボヘミアにいる豊かで権力のある一族だ。ヘンリー三世上伯は我らが王の強大な敵でもある。じゃあこれはどういう意味です？その騎士が謎めいていた理由もよくわかるな。我らも気をつけねばならんぞ。アマル何？銀のアマルガム。水銀と銀から作られる。誰にでも手に入るようなものには思いませんね。うん、その通りだ。すぐに笹尾に向かうのだ。市内の火事場を見て回れ。誰かが奴らのために銅の鍛錬をしているに違いない。私はその間にラジク教に相談し、それからお前の後を追おう。どこで会いますか？笹尾の市場にある宿にしよう。気をつけて。
さあ、マイスターフェイファーは彼に相談してまず何をすべきなのか分かった。教えてくれ。マイスターフェイファーによると、通貨の基礎に銅板、それから雨なんとかに水銀が必要らしい。なるほど、修道院にはそういった材料がある。ああ、それでここの火事場に興味が湧いてきたんだ。良い兆しだ。昨日修道院近くの職人が集まる場所で人々が不満を漏らしているのを聞いた。鍛冶屋が夜明けまで働いているせいで。なるほど、それは聞きに行ってみる価値があるな。他に何か聞いたか。水銀を使っていると言ったな。ウイジツ教会の塗装工がここに下宿している。そやつが文句を言っていた。水銀を求め修道院を訪ねたが。それも調べる必要があるな。ありがとう。こんにちは。水銀の手配に問題があったと聞いたんだが。問題ですか？その通りです。今月に入って3度目ですが、彼らは持っていないと言っていました。水銀が全く手に入らない。つまり誰のことを言っているんだ？誰がその品物？修道院の監督官です。いや、その助手と言った方がいいですね。監督官はあんたに何て言ったんだ？何も。どうやらそのようなことに彼は関与していないようです。助手に全て任せっきりで。大変。そんな高価な材料が消えるなんてありえない。私が知りたいですよ。赤い塗料のために尋ねても毎回違った理由で水銀が手に入らなかったと言ってくるんです。品物が届かないとか。やつらが嘘を。わかりませんよそんなの。ただとても怪しいんですよ。3度も続けて同じ品物がなくなってるんですよ。運が悪いとも言えますが、これは。なぜ水銀が必要なんだ？必要なのは彼らでしょう。私も赤い塗料を混ぜるために必要なんですがね。ウジツの教会で絵を描いていますが、聖書の一幕に赤色が描かれなかったらどれだけ。いや、全く。ならよかったですね。私は想像するだけで目が痛く。とりあえず聞きたいこと、はあ、では旅立つ前に何か買っていきませんか？ダイスでもいいですよ。それも。これはどう？水銀を探しているんだ。私の助手に聞いてみなさい。そういうことは。わかった、ありがとう。神のご加護。あなたに神のご加護。水銀の在庫。誰だお前は？フレスコ画の画家の代わりにここへ。なら売れないな。ただあんたが売りたくないってだけに。売りたくないんじゃなくて、売れないんだ。売れないのか？笹生の修道院だぞ。そんなわけないだろ。俺にはあんたがただ私腹を肥やしている。いや違う。話すんだ。やつらは正午に直接事務所を訪ねてきた。監督官は巡回でどこかに行ってしまった。騎士だった。紋章はなかったが武装していた。やつはイエジェク教と名乗り、ラポタという名前の。それからやつらは俺たちが修道院のために手配した水銀をよこせと言ってきた。もちろん俺は。それから。いや、初めは違った。やつらは俺に賄賂を提案してきたんだ。だが俺が断る。どうやってやつらに水。修道院の裏手の丘まで持っていくんだ。そこには大きな木があって、その下に小さな礼拝堂がある。ラポタが時々。どうやって脅されたんだ？修道院の人間に知り合いがいると言っていた。それから俺を追い出して窃盗の罪で懲らしめてやると。前から窃盗していたということか？お前もわかるだろ。あくせく働いてもケチな給料。やつらはあんたを知っ。そうだ、俺の名前も全部だ。よくわかった。じゃあ気をつけて。なんでこんなところに。ダメか、景色を眺めてるん。
近頃人はこういう景色を楽しむようなことはしないからな。ラポタという名前に。ラポタって言ったか。ラポタ、うん、嘘つきめ、よく聞け。俺はラジグ教の命を受けてある犯罪の調査をしている。このまま知らないふりを続けるつもりか。ちょっと待て、その王位に対する犯罪ってのは一体何なんだ。見張りをしてるだけさ。荷馬車が来たら誰にも取られないようにな。そうすりゃ金がもらえるんだ、それだけさ。ほらな。ラポタはどこだ。さあな、あいつはずっと町から出てないからな。ここにはほとんど来ない。町の誰かを見張ってるみたいだが。誰が品を取りに。さあな、喋らないし。ブス。これは親切心だが、あんたここで待っていても無駄だぞ。ラポタはもうつらかったし、こっちの方には戻ってこない。なんだって、あの野郎、まだ金を払ってねえのに。くそ、なんだってんだ。まあ、どっちにしろここにいる意味はないか。ともあれ、情報ありがとう。何週間もここで待ちぼうけを食らうところだった。神の祝福を。いつもと違って溶け込むためだ。私が町にいること。確かに。それでここまでで。奴らの水銀の入手場所が分かりました。うん、論理的に考えてそこしかあり。修道院の裏手の丘で引き渡しているようです。その場所へは出向い行きましたが、特にこれといったものはありませんでした。それから誰の手火。ラポタという男。小さいがそれも手がかりだ。少なくともありふれた名前ではない。よく聞けヘンリー、別の考えが浮かんだのだ。奴らは偽造通貨を作るのに通貨の押し型が必要なはず。ああ、確かに。かなりの技術を要する一品だ。修道院の敷地内に私の知り合いの彫刻家がいる。シリジアのジェロームという。まさかその人が。いや違う、とんでもない。彼をよく知っている。そんなことをするやつではないが、彫刻工房を経営しているから何か聞いた。なるほど。だがうまく聞くのだぞ。彼を怒らせたくないからな。何か考え。これで全部です。神のご加護。やあ、こんにちは。亡くなって。ああ、それはロ。彼は何をして。彼はこの辺じゃちょっと有名な。彼は地元の。いや違う、彼は兄弟と揉めてブラシムからここへやってきたんだ。最初はそんなに親しくなかった。彼の商売は地元の古い肉。しかしすぐに彼は親切な男だってことが分かり、みんな彼。惜しい人を亡くした。彼の奥さんはルーシーと言って、だいぶ前に亡くなったよ。それからは、しかし二人の息子がいる。ピーターとマーク。彼の息子。まあ、頑健で正直な奴らだよ。言っとくけど、ピーターには冗談のセンスってものがまるでない。何でも教会の説教みたいに、マークはもっと奔放だな。ちょっと、おちょくちゃダメだ。ありがとう。親方、仕事。少々お待ちを。さて、何か入りようで。
ここでは何？彫刻の工房ですから。それはそうだろうけど、何に使われるもの？木材に石材、金属も彫刻しています。ここの修道院では装飾を目的としていることが。かなり大きな工房だ。全ての仕事を一人でこなしてるわけじゃない？普段は私の弟子フロリアンと一緒にいます。しかし少し観察すれば私が今一人であることはわかるでしょう。ということは私が嘘を言っているか、何か事件。ああ、なるほど。で、彼はファラオと運命を共にしています。今日エジプトの5つ目の災厄が。なんだって。落ち着きなさい。フロリアンの言う疫病は天罰ではありません。天罰だとしてもそれは伸びすぎに対する罰でしょう。そのような病気は。フロリアンとはどう。正気あふれる若さのしわ寄せが来ているのでしょう。ここのところ様子がおかしいのです。言ってる意味が。は例えば最近彼は誰かに追われていると私に告げました。明くる日彼は鍛冶屋から錠前を買っ、いずれにせよ彼に何か。そんなところだ。理由を伺う。彼に伝言。伝言ですか？あの武将者に誰が関心など持つのです。憤怒と落胆に濡れた私以外に。あなたの質問ですが、彼なら家にいます。熱を出して死にかけているでしょうが、パン屋の地下室。ああ、フロリアンを。彼のような男は至るところで借金をしているはずです。また地元の女性の両親たちは彼の繁殖活動にひどい不快感を覚えているでしょう。しかし浴場の女性。フロリアンの髪の毛をほとんど引きちぎってしまいました。あの極つぶしに同情すること。理由は知っている。彼女はとある女性の名を叫んでいました。エスター、気まぐれな浴場の女です。おそらくフロリアンは舞い上がって気の向くままにことに及んだのでしょう。ありがとう。じゃ、では幸運を。やあ、やあ、元気そう。フロリアンと船香だと聞いたんだが。船香？違うわよ。あのクソ野郎のせいでエスターが連れ去られたのよ。かわい。一体何が？ある男がエスターと一緒に風呂に入りたいと言ってきたのよ。普段はそんなサービスしない。そしたらすぐに悲鳴が聞こえたわ。急いで駆けつけたら、そいつが彼女をボートに押し込ん。誘拐されたのは気の毒だが、フロリアンとどう関係がある？奴らはフロリアンが利口になれば女は返してやると叫んで。フロリアンはエスターのことを知っているんだ。そこに洒落た男が現れて彼女に詩を書くの。かわいそうな彼女はどうすると思う？でもこんなことに。あの子村のバカど。そのフロリアンはどこにいる？聞きたいことが。修道院の建場にある彫刻家の工房で働いてるわ。そこにいなかったらパン屋から借りて。執行官は何かし。そんな話させないでよ。彼はまた別の。まあいいわ。それはまたなぜ。私に直接は言わなかったけど、ここの人は私たちのことを何とも思ってないみたい。エスターが悪いと思っている人だっているのよ。かわいそうに。エスターとは近しい。我が子のように愛していたわ。私と出会った時は孤児だったの。まるで狼の子だったわ。それから私は彼女を教育して仕事をあげたの。もういないけど。誘拐に。では幸運を。
神のご加護。病人の割にはピンピンしてるな。何？俺はヘンリー、ラジカ・コビラ教の使いで調査をしているところだ。俺をどうしよってんだ。ズバリ聞こう。俺は偽造通貨の調査をしていて、手がかりを追っていたらあんたのところにたどり着いたんだ。ラポタの知らない。ごまかすな。奴を知ってるのは分かってるんだ。あんたは偽造者のために押し型を作ってる。どうやって奴らに渡してる。奴らの工房はどこにある。教えられない。俺は何を言われても否定する。俺の尻尾はつかめないぞ。証拠がなければただのイチャモンだ。あの女と関係があるんだろ。違う。なぜお前が知ってる。それは関係ない。そうだな。俺は巻き込まれたくない。あいつらがエスターをさらったんだ。もしは気の毒とは思うが。聞いてくれ。俺は何でも話す。約束する。つまり俺に彼女の居場所は分かっているが、誰も助けてくれないんだ。それにこんな小さな俺が屈強な大悪党と。いいだろう。俺がエスターを取り戻してこよう。本当か？ああ、でもその時は全部話して。話す。神に誓うよ。彼女を取り戻してくれ。それだけでいい。彼女はどこにいる？スカリッツの丘だ。鉱山の近くに廃墟になった小屋がいくつかある。彼女をさ。わかった。あんたは俺の救世主だ。期待するなよ。な。神のご加護。時にまずい場所へ来たようだな。力を振り絞らないとダメだぜ。つらあ。戦闘準備、こっちだ。こっちだ。誰かいないのか。早く。戦闘準備、こっちだ。まずい時に。神様。もう傷つくし。どうやって私を。フロリアンが教えてくれたんだ。私のバカ。最初はなんとなくいい男かなって思っちゃって、でも本当はただの腰抜けで。フロリアンのせいじゃない。彼はあんたに何か起こってしまうのではと恐れてた。脅されてたんだ。そうね。あの人きっと私以上に震え上がっていたに違いないだろうな。もうここを出ましょう。
一緒に行こう。帰りに何かあったら大変だ。お前たちから強奪させてもらう。こんにちは。あんたの恋人を。もう戻ったのか。なんてね。ラポタと今まで何があったのか全て。ある夜酒場で奴らに目をつけられた。そして声だめに行った時に、奴らは俺に協力しろ。奴ら。ああ、ラポタとイェジェク教と名乗る騎士だ。それから。奴らは要求を説明してきたが、俺は失せろと言ったんだ。いい結果にはな。そんなに悪くもない。奴ら俺を声だめに放り投げて帰ってった。ただの悪ふざ。ラポタはどこにいる？奴はいつも俺の近くに。どういう意味だ？どこに行っても奴は俺のことを見てるんだ。俺が家にいるときは、奴は広場のベンチに座って俺の家を。奴は今そこに。さあな、芝生のとこの酒場で買い物してるのを見ること。少なくとも次にやることは決まった。それからあんたは明日仕事。なぜだ？奴を誘い出すためだ。それに、あ、どうだか。なんで誰にも言わ。最初は悪い冗談だと思ってたんだ。エスターがサラを。もう行かないと。気をつけろ。気をつけて。どうで、何かを作っ。時々ダマスク模様の装飾品を作るが、銅板を鍛えてくれる人を探してるんだ。銅板って、そりゃ何とも武骨で手っ取り早い話だな。だが俺は忙しい。修道院近くの鍛冶立て場に。笹の鍛冶屋について。誰のことを言っているのかによるが、町にはミケシというやつがいる。誠実。ミケシについてを。さっき言ったように誠実な鍛冶屋だ。修道院の。まあ、あいつとはどうも反りが合わなくてな。わかった。じゃあな。こんにちは。気をつけて。
最初からか。ウォヒサ、あなたのような騎士様が私に用がある。ここでどうは鍛えてるか。いや、やりたくてもできねえんだ。修道院の鍛冶屋のたまり場にいるザックってやつがどうかいしめちまったんだ。笹の鍛冶屋について何か教えてくれ。ただで教えてやれるのは鍛冶屋の数が多すぎるってことだな。小さな町なんだ。鍛冶立て場に工房を構えているザック、それから俺以外にはラブシュタインの。ザックについてあまり関わったことはないな。だが腕が確かなのは間違いない。俺の父親も鍛冶屋だったから同じように思っていただろうな。ああ、どんな奴も自分の息子は誇らしいもんだが、ザックはその誇りが。その太田について。まあ、尊敬できる親方だな。太田はクーンシュタットの領主とプラハの金持ちたちの。なぜそんな奴がここにいるんだ。まともな奴らはみんな同じさ。太田は平穏を楽しんでいるんだ。いや、楽しん。ザックと太田は何だ。ザックは息子のビトスをクッテンパークで鍛冶屋として鍛え上げた。それで息子のために太田の店を奪おう。だが太田も自尊心の高い男だ。名打ての武具職人が母ちゃんべったりの生意気な小僧に。それでずっと言い争ってる。まあ文句を言ってるのは大抵ザックで、ことあるごとに太田の悪口を言ってる。奴は中鉄をいじることしか能がない。息子が引導を渡。今ので全部だ。じゃあな。なんで。親方、あるものをあんたにつ。なら他を当たれ。聞いてたのと違う。何？俺はあんたがどう買い占めたって街で。どうやら俺はまた笑い物にされているみたいだ。他に何かあるか。俺、笹の鍛冶屋に。ミキシュってやつがいるな。誠実な男で人。それから太田だ。昔は才能があったが今は年を。親方。そうか。気をつけて。神のご加護。あんたの父親は。そうだ。聞いたことと違うな。みんなはあんたの父親が。俺が嘘つきだったのか。それとも俺の父さんか。いた。そうだな。いずれにせよ俺にはどうでも。そうだ。だから消えろ。ま、俺は城白であるラジクコビラ教の使いとしてここにいて、王位に対する重犯罪を調査しているだけなんだがな。何？何の話だ。委任書を読ませてやってもいいが、理解できる程度に教育を受けているとは思えない。すまない。気づかなかったんだ。知ってたらもちろんこんなことは。なんていうかわかるだろう。おしゃべりはやめて真実を話すんだ。あんたの工房にある銅は何に使われているんだ。そうだ、俺たちはここで夜に銅板を作ってる。なぜそれを隠してる。父さんが俺に喋るなって。理由は知らない。その銅板を買いに来るのは。知らない。見たことがないんだ。父さんも。あんたの父親にちゃんと説明してもらわない。本当にすまなかった。あんたが誰か知ってたらこんなに無礼なことはしなかったよ。気にするな。あんたは俺が誰だか知る由もなかった。ただ父親の仕事を守ろうとしただけだ。いい息子だな。ありがとう。じゃあな。親方、どうに。ああ、あんたの息子と言ってることが違う。何？お前は一体何をくっちゃべってる。あいつを怒らないでやってくれ。他に選択肢がなかった。いや、もう嘘をつく意味はなさそうだ。俺たちは確かにここで銅板を作ってる。俺はそれを。なぜだ。
金払いはいいし、それに俺が手を貸している奴らから睨まれるようなこと。脅されているのか。奴らは脅す必要もないんだ。俺は一目見て黙って言いなりにならないといけないって分かっ。奴らが何者か聞いたことはあるか。奴らの知ってることはある。だが分かってくれ。俺にとっちゃただの迷惑なんだ。話せば俺は仕事を失い、悪党どもがいつか俺の家を焼き払いに来ると。主任交われば赤くなるだ。脅しの必要はない。今は互いに助け、知ってることは何でも話す。だから一つだけ少し頼ませてくれ。それで俺の稼ぎ。で何を教え。俺は最近息子のビトスのためにブグヤの太田の店を買ったが、あいつは道理に耳を傾けようとはしなかった。やつは自分の積み上げたものがビトスのような脳なしに奪われるのが耐えられないと。それで俺に。俺は太田にビトスがやつの思うような間抜けではないことを見せつけてやりたいんだ。しかしそのためには戦闘経験のあるやできなくはないな。計画は。太田は執行官に送る凝った作りの鎧の制作で忙しい。それで思った。もしその鎧が完全に役立たずだったら、それは奴にとって面目つぶれになるんじゃないかって。でどうやって。そうだな、決闘を開こうかと思っているんだ。お前はビトスの鎧を身につけ、太田はブリキのガラクタを着た対戦相手を出してくる。お前が執行官を招待してくれれば、太田は皆の前で笑い者になるってわけだ。それで俺が得られるものは。約束した通りだ。俺は銅の取引を手放し、知っている。本当にうまくいくと。太田は酒場で息子が作るのはみんなガラクタだって喋り散らしてるんだ。奴が口から出任せを言うだけのクソ野郎だと証明してやれば、奴の商売は上がったりだ。そうすればビトスにもっと仕事が回ってくる。この紛争だらけの時代じゃ腕の。もし負けた。お前がありえん。ビトスの鎧は卵の殻のように軽。もし執行官の鎧が。おい、そんなことを。しかし太田が決闘に乗り気じゃないなら、それが言うだろう。それにもし太田の評判を落としたいなら。そうだな、そのあたりはお前に任せる。だが鎧がその消えたなら、その後はもう俺に会いに来るな。俺は何も。もちろんだ。そのどう言えることは全。俺はもう行く。待ち遠しい。ヘイジェームス兄弟の。野菜、新鮮な野菜。こんにちは。鍛冶屋のザク。またこれは悪くない話だとかなんとかって話なら、今すぐ帰って俺は売る気はないと伝えろ。話はこれで終わりだ。いや、これは別の話だ。ビトスはあんたに決闘を申し込みたいらしい。なんだ俺があのガキと戦うって。ザックの野郎。しょう。そういうことじゃない。この決闘は互いの作品の優劣で決まるものになる。どういうことだ。棍棒を使った決闘だ。流血はなし。あったとしてもアザや鎧がへこむぐらいだ。ザックはビトスの鎧を着るものとして俺を選んだ。じゃあ俺は俺で対戦相手を調達すると。それは合理的だ。よし、なら場所。ちょっと待ってくれ。俺からも提案がある。ザックが払う報酬は結構な額なんだろ。仲間を助けたいからやってるだけかもし成人。俺ならもっと報酬をやれる。それにお前専用のクイラスを。あんたの投手として出場するってことか。それはザックがどう思う。いやいや、お前はザック側として戦うんだ。そして負ける。あまり名誉あることじゃ。ザックの絶えない中傷や言いがかりは名誉ある。
ザックの振る舞いが名誉ある職人のものとは言えないのは確かだ。だろう？それはできない。好きにしろ。だが俺が選ぶ相手はどっち？それじゃ場所と。何？俺？あんたが挑戦を受け。どうでもいいことだ。わかった。気をつけて。ロヒグラレストレイバーベイノトラパツェドレッサー。赤身、脂身、霜降り、あらゆる種類の肉。アスパラガスで痩せて。あなたのお役に。カジヤ、ザックの。ザック、あの巨人が今度は何だ。言わずともいい。またあのボグヤ、またやつがくだらんいざこざで私を煩わせるつもりなら。今回は苦情じゃありません。というのもザックは揉め事を解決する計画を思いついた。そうなのか。それなら話は別だ。まさに望ましいことだよ。聞かせてもらおうか。決闘です。なんだそれは。いよいよおかしくなったのか。執行官、心配はいりません。死人は出ないはずです。これは棍棒での戦いで。ザックは戦士として俺を選びました。彼の息子ビトスが作った鎧を着て、オータが選んだ戦士と戦います。最初に倒れた方が負けです。それは広場でのいい催し物になりそうだな。当然私も出向く必要があるな。面倒事が起きないよう。あなたの来場はもちろん見込んでいます、執行官。決闘の審判をお願いし。よかろう。場所は教会の前の市場にしよう。しかし日時。それはお任せします。今から告知をしよう。やりましょう。私が町中にそれを告知しよう。君はちょうどいい時に来た。町の人々にとってはなかなかの賞になるだろうし。恩を祈るよ。ササウの善良な市民の皆さん、この町では長く続く揉め事に頭を悩ましておりました。皆さんも知っての通り、修道院の中庭にある鍛冶屋のザックと武具屋の太田ラベシュタインは、それはそれは長い間意見が衝突していました。意見というよりハンマーとトングの衝突だよ。執行官といたしましては、この不毛な言い争いを一日でも早く解決し、安寧と秩序をもたらすのが職務であります。私は今までの常識にとらわれず、鍛冶屋と武具屋の争いを解決すべくある提案をしました。しかも皆様が楽しめる方法で。手短に言うと、相手の歯をへし折っても良いと言ったのです。しかし2人の素晴らしい職人が草の山の上で2匹の鶏が喧嘩をするがごとく傷つけ合い、怪我を負うのは村の損失だということで、それぞれが選手を選出しました。鍛冶屋のザックが自分の代わりに戦うことに任命したのはスカリッツのヘンリー。そして武具屋の太田ラブシュタインはなんと、どうぞ自己紹介を。伝説の騎士よ。この武具屋の太田自ら武具屋の太田のために戦おう。そこいらのひよっこに俺の店を取られるわけにはいかんからな。血が流れたら終了です。決闘で使える武器はこの棍棒だけ。さあ皆さん、存分に五感で感じましょう。ただし後遺症が残るような傷は避けなくてはいけません。ましてや人が死ぬようなことがあってはなりません。さて、両挑戦者の準備ができたようなら試合開始です。Yeah! Oh! Oh! Oh!
だ。やったな、ヘンリー。あいつも1ヶ月は耳鳴りが消えないだろう。かなり汗だくになった。そうだな。まあいい、あとで。分かった。神の祝福。報酬をもらいに来た。もちろんだ。改めて感謝すると分かるぞ。あれから随分繁盛せ。で、太田は店を売って。分からん。しかし様子を伺うに、奴の商売はそのうち完全に商売がうまく。ああ、あのちょっとしたあれだな。さあ、吐け。ど、ある夜、ラポタと名乗るみすぼらしい小じきが俺を訪ねてきた。黄色いマント、そいつの他に騎士も一人いたが、名は名乗らなかった。やつらは俺に仕事の内容とその報酬、それからこのことを誰にも漏らさない。正確にはわからない。だが俺はいつも修道院の後ろに品を積んだ荷馬車を置いてくるんだ。ほら、そこの丘の上、大きな木の下にある礼拝堂。他には？ない。まあ、とりあえずはそれで。さよなら。ひょっとして。なんだ。いや、これから。ああ、時間は取らせない。ああ、あんたがかじ、ああ、ダメだな。それで、ああ、やめてくれ、コウさんだ。さあ、話せ。だから俺に何の用。工房の場所、心配するな。あん、お前は誰に仕えてる。ロノブのイエジェク卿だ。そう自ら名乗ってる。ロノブ城はずっと前に亡くなったが。何があったんだ。ロノブ城はリヒテンバーグのヴィンセント伯爵のものだったが、彼の死後ヨブスト辺境伯のものとなった。しかしなぜだ。領主が特に問題なく亡くなった際、国王は領地を授ける相手を自由に選べるだろう。辺境伯がヴィンセント伯爵の子孫を死せ、ヴィンセント伯爵がプロコプ卿と戦うのを拒んだせいだ。俺の主、イジェク卿は反乱を起こしたが、ヨブストに一網打尽にされ、逃げられたのは主だけだった。それ以来。結局あんたは誰。ラポタと呼ばれている。ブルノで処刑人の部下をやった。ならなぜイジェク卿に仕えることになる。主が牢獄から逃げるのを手伝った。誰かに仕えるなら、執行人よりもイジェク卿の方。盗賊に仕える方が世のためになると思っ。状況が変われば、略奪をやめ、ロノブを取り戻し、俺に仕えさせてくれると。こんな事件を起こしたんだ。もうそんな夢は忘れろ。公式どっちにしろ同じだ。俺はある。イエジェク卿は誰のために動いてる。俺は知らない。だがイエジェク卿はいろいろな漁師たちと口が利ける。例えば修道院でもてなされることが多かった。俺は干し草置き場で寝てたがな。その他にはキャンプには時々ハンガリーの貴族がいた。そいつが何者で、そこで。もう十分聞いた。一つ頼んでもいいか。なんだ。首吊りは嫌なんだ。あの死に方は怖い。だから今ここでお前に俺を殺してほしいんだ。いや、あんたには俺の剣を汚す価値すらない。さあ、俺の気が変わる前に失せろ。
ほんの少しだけ、あとほんの少し。やっと偽造者の工房の場所を突き止めたな。フェイファーは正しかった。偽造者らは材料の供給源の近くにとどまっている。奴らの工房は鉱山のどこかにある。入り口は丘の東側に。そこで何があるかは分からないが、行くときは援護が欲しい。喜んでお供しよう。案内。隠れてる何かが這い出して。お前は誰だ。一体警鐘を鳴らせ。警戒態勢。それが精一杯か。届いたようだ。ちょうど誰かにこの怒りをぶつけたかったところだ。これは神様。神様。おい、全員集合だ。警鐘を打ち鳴らせ。ゲスね。神よ。これは驚いた。豚がよ。いて。来いよ。神様。おいおい、ここで何してる？てめえは誰だ？俺はラジク・コビラ教の命を受けてやってきた。こいつは誰だ？お前には関係ない。落ち着いて話そうじゃないか。争うことはない。効果は山ほどある。話し合いをする気なんぞ毛頭ない。そのヘラツ口を閉じろ。残念だが悪く思うな。待ってくれ。なんだ、お前がやりたいのか。ではやれ。私はどちらでも。殺したはダメだ。こいつはラッタイに連れて行く。それは残念だ。こいつら全員を殺せと言われとる。そんなことはさせない。それでは仕方ないな。いざ。なぜ奴を殺す？貴重な情報を持っているかもしれない。だからこそだ。我が君主はこの男が悪しき手に渡ることを望んでいない。特に。あんたの君主には死んだと伝えればいい。バレやしない。バレる。お主は最後の審判の日までこの男を幽閉し続けられると思うのか？できるだろう。甘いな、若造。周りを見てみろ。
特に今はネズミとヘビでこのこやつをお主に渡せば一ヶ月も経たぬうちにわしの首が飛ぶだ。ローゼンバーグに戻る必要はない。なぜローゼンバーグのことを知っ、マイスターフェイファーがあんたの手紙の筆跡から判断した。さっきも言ったが、この土地では監視の目から逃れられない。ラジク教に仕えろ。あの方はあんたのような人を必要。コビラに仕える？はわしがローゼンバーグのためにしたことを知れば、彼はわしを吊るし首にす。言われてみればそうだ。わしはローゼンバーグに戻る必要はない。いや、なぜだ。わしは紋章も忠義もない騎士。主君が誰であるか誰にも知られてはいけない。ローゼンバーグの資格が知ったらわしを始末するだろう。決して明かなら、どこに行く。気の赴くままどこへでも。かつて幾度もそうしてきたように。さらばだ、ヘン。さらばだ。頼む、お願いだ。俺たちは何かしらの合意に。好きなだけ喋ればいい。でもここではなく、俺に対してでもない。さあ行くぞ。行くぞ。フェイファー親方がぜひとも会いたいそうだ。よくやったヘンリー。ありがとうございます。ちょっと骨が折れましたが。さて、私は少し見回りをしてこよう。ご一緒しましょう。君は少し休んでラッタイに行きなさい。その間に私は城で奴の尋問をする。有益な情報を聞き出してみせる。わかりました。ではラッタイで。気をつけろ。よくぞ戻った。でかした。光栄です。ゆっくりと体を休めろと言いたいところだが、まだお前にはやってもらいたい。何なりと。イェジェクが口を割らないのだ。頑固者がお前との面会を要求し。俺ですか。そうだ。普段ならバーナード隊長を送り出して無理にでも吐かせるのだが、奴がど…では俺が何か…塔の中に幽閉されている。かしこまりました。こんにちは。イェジェクの牢屋の…ではラジク教は結局奴の言う通りになさるということか。そんな風に考えないでください。奴は俺を騙せると思ってるんでしょう。まあそんなことにはなりません。面倒だけは起こすなよ。ありがとう。さようなら。
ない？よく来たな、ヘンリー。ついにか。なんで俺と話…俺をここに連れてきたのはお前だ。ねえよ。たくさん質問があるのはた…俺、そう…しかし協力するならば、いくらかの保証はあった方が良いと思ってな。つまる、それどころか、奴ら俺の美しい城まで取り壊したんだ。俺が…辺境伯の権威を…俺は常に王に対して忠誠を保っている。だが辺境伯に領土を奪われた俺に何ができる。俺たちがここにいるのはそんな理由じゃない。辺境伯との衝突なんて俺はどうでもいい。俺が気にかけてるのはあんたが中…いいだろう、何でも聞けばいい。じゃあもう一番知りたいのは事件の黒幕だ。俺一人では扱いきれなかったと思ってるのか。あんたを侮辱しようとしてるんじゃない。単純に一人でできることじゃないと言ってる。そうだな、始まりは俺の貧困からだ。まあいつものことだが、まずは笹生の帳簿隊に俺をや…何のためにあん…あまり詳しく聞かなかったな。この手の商売では多くは語られないんだ。しかし奴らは俺が普通ではないことが分かると俺に偽造の仕事を任せる。エリックという名の偉人が俺に指示を出していた。だが奴が頭でないことは、それから修道院の高官も首を突っ込んでいたみたいだが。そもそもこの件に数ヶ月前コリーンで古い友人と会った。兵隊を雇ってる笹生に出向くと言っていたよ。古い友人？ただの盗賊だ。俺は彼らと一緒にモラビアで辺境伯の使者を襲っていたんだ。誇らしい友人。俺は辺境伯と争っていた。俺のような地位にいるとあらゆることに巻き込まれるんだ。それからラポタと俺は1ヶ月の間固くなったパンの耳を食べて過ごした。だから本心かどうかは別にして、俺たちは笹生まで行き帳簿隊と会った。奴らが俺がただの農民ではなく落ちぶれた貴族であることに気づくのにはそう時間はか。結局どうなった。ああ、奴らは俺をエリックに紹介し、エリックは俺に何が必要かを伝えた。それから工房人で材料の供給。帳簿隊？まあ多分そうだ。そのために俺は奴らに金を渡していた。もちろん偽造のだが。その帳簿隊はど…そこだ。俺は友人を介して奴らとつながり、笹生近くの森で奴らと会ったんだ。何においてもそうだが、誰を知っているかによる。奴らに金を渡したと言ったな。奴らは地下鉱山まで俺に会いに来るんだ。今そこに行っても見つからないだろう、うん、そのエリックという奴、そいつは責任者ではないと。奴は気取ってはいたが、ただのウブで生意気な若者だ。いつも自分の君主の話をしていたが、名前で…エリックはどこにいる？落ち合う場所はあったんだろう。奴は工房に突然やってくるんだ。こんなことが起きた後だから、あそこにまた奴が顔を出すこと…修道院の交換について…奴が誰かはわからんが、ただ小物ではない。パスタブで偽造通貨の交換を担当していたよ。そうか。ない。奴は俺に材料を届けていたが、組織から手を引いたんだ。エリックはおじけづいたんだと言って。とりあえずこれで十分。ラジク教に口添えをしてくれないか。助けてくれるなら俺は忠誠を誓う。裏切り者でいるのはもううんざ。やってみよう。だが何も約束。さて、何かは…はい、いろいろと。偽造集団の…修道院だと。ユジェクはそのように思っていたよりも…なぜです？いや…わかりました。
教会とのいざこざは避けるということです。その通りだ。特に敵か味方かまだ分からんうちは。教会がシギスムント、教会は誰の味方でもない。シギスムントが彼らにとって利益となるかどうかが問題だ。一つ確かなのは、それについては手段を講じておく。容易ではないだろう。わかりませんが、彼はササウで兵隊を募り、軍隊。クソ。つまりプリビス。間違いなくその通りでしょう、閣下。さらに二塾教は、エリックは単なる仲介人で。お前はササウに戻り、帳簿た。それは難しいかもしれません。イエジェク教は彼らのことを知らず、居場所も分かっ、それをどうにかするんだ。この辺りで軍隊がし、ササウの製粉所にいる粉屋のサイモンを知っています。容易ではないか。粉屋は大抵裏事情に詳しい。何にせよ気をつけるのだぞ、ヘンリー。我々の狙いは帳簿隊にお前をただの若者だと思わせ、組織に誘い込ませる。かしこまりました。できる限り溶け込んでみ、多くをお前に求めているのは分かっている。しかしお前以上に助けになる者が他におらん。閣下、あともう一つ。エジェク卿は抵抗なく私に協力しました。なぜなら私が彼に閣下との取引を約束した。おいおい、私の名を使って約束したのか。それは、しかしそれで流血沙汰にならぬというならまあいいだろう。本当に合意に達する可能性もある。奴の処遇はまだ決めかねている。さあ、お前はもう仰せの通りに。なりそうですわね。